easily overwhelmed by bright lights, strong smells, coarse fabrics, or any kind of noise? Do you prefer staying home instead of going out for parties? Do people tell you that you are a good listener? Are you good at reading people's feelings by their body language or facial expressions? If this sounds like you, it is likely that you are a highly sensitive person.Hi guys, thank you for visiting our channel. This is going to be on another video about highly sensitive person. Highly sensitive person はアメリカの人口の 15% から 20%、 日本では 30% の人が HSP であろうと言われています。女性の人が多いというイメージがあるかもしれませんが、男女の比率は半々だそうです。また HSP は内向的で静かな人というイメージがあるかもしれませんが、30% は外で友達を作るのが好きというような社交的、外交的なタイプだそうです。今日は HSP の特徴の中から匂いと肌触りについて私の経験をもとにお話ししたいと思います。誰にでも好きな香り、嫌いな匂いはあると思います。ただいい匂い、臭いではなく、 HSP の人たちはそれをもっと細かいレベルで察知します。私の住んでいるアパートに何階の人か分かりませんが、私の好きではないコロンをつけている人がいて、その人が出かけるときや帰ってくるときは私たちのお部屋の中にまで匂いが入ってきます。その時はもちろん部屋の中でですが、臭いって叫んで窓を閉めます。ただ臭いと思って終わるだけではないのです。分かりにくい方がいましたら、もしあなたが納豆の匂いが苦手だとします。ただ納豆がテーブルの上に置かれていて嫌だな、臭いなと思うだけではなく、その納豆をあなたの鼻にこすりつけられている状況をイメージしてください。嫌でしょ？そういう風に HSP の人たちはいろいろな匂いに敏感に反応します。香水や食べ物の匂いなど、その人にはいい匂いでも他の人には不快に感じる匂いなどがあるかと思います。前回の動画の声の時にもお話ししましたが、匂いと人間的な相性も比例すると思います。いつかテレビで実験されているのを見たことがあります。 A さんの体臭が B さんには臭くて嫌だったけど、 C さんにとっては臭いとは感じなくて、むしろ落ち着く匂いだと感じたそうです。この場合 A さんと C さんは人間的にも相性の合うタイプだったというのが分かったという実験をやっていました。私もその説に賛同です。その他にも、雨の匂いがすると外を見る前から雨が降り出したのに気づく、何百メートルか先のお家で何かを燃やしているのに気づく、体臭や香水がきつい人が何分か前にここを通ったのが警察犬かのようにわかる、狭い部屋できつい芳香剤などが置かれていると頭痛がしたり腹痛がしたり気分が悪くなったりします。似たような経験が思い当たる方はいらっしゃいますでしょうか。次に texture、 HSP の人は肌触りの悪いものに敏感だと言われています。私は昔からなぜだかこういう素材の洋服を無意識に選んでいたことに HSP のことを知ってから気づきました。それで納得しました。レーヨンかな。薄くてスベスベしてこういう伸びる生地が好きです。最近はあまりお買い物はしませんが、昔はこう好きな色を見つけて触ってみて、こういう生地だったら無条件に買ってしまうっていうことがよくありました。あと眠るときはタオルの肌触りが好きなので、枕の上にさらにタオルを敷いて眠ります。旅行に行くときもお家からタオルを持参していって、ホテルの枕の上に敷いて眠ります。そうすることでプラスお家の匂いもするので安心して眠ることができます。あと洋服の生地ではないですが、シルバーの、フォークやスプーンを口に入れる感触が好きではないので、木やプラスチックのものを使います。
外食する時も自分でスプーンやフォークを持参して持っていきます。とってもストレスを感じることがあったり、ショックの大きなことが起きると神経がすり減る思いだったという表現をすることがありますね。 HSP の人たちはこういう感覚が日常のあらゆること、他の人にはどうってことないことにでもそういう感覚が体中で起こります。私も一度にたくさんやることが降りかかってきた時はため息をしている自分に気づきます。人は緊張すると呼吸が浅くなります。呼吸が止まっているな、浅くなっているなと感じた時は今やっている作業の手を止め、ぜひ自分にブレイクを与えてあげてください。緊張を軽減する呼吸法として、吸う時は鼻から、吐く時は口から、8秒かけて胸で呼吸するのではなく横隔膜が動いているのを意識しながら口で吐くといいそうです。8秒かけて吐くのは最初は難しいかもしれませんが、自分の意識を呼吸に持っていくだけでも落ち着くことができます。その呼吸法を6回続けてやってみてください。問題が解決する魔法ではありませんが、肩の荷が下りたような気持ちが軽くなった感覚を感じることができると思います。心が落ち着く、休まる時間が一日の中でもっと増えますように。今日も見ていただきありがとうございました。 Thank you so much for watching. またねー。